スカイブルーのこの空の下、みんな集まれ。一歩一歩というか、あの一試合一試合の試合のために一日一日の一回一回のトレーニングが、その積み重ねがいかに大切かっていうのは、まあその先の結果だと思うし、結果をだけを求めて簡単に結果を得れるものじゃない。あの成功の法則は一つだなっていう、やり続けること、積み重ねていくことしかないなって思う。全てを上げていくことじゃないですかね、常にも。常に追求するっていうか、これで OK っていうのはないと、これだからダメだっていうのはないと。常に自分がね、前進してれば、だからといって別に全速力で走る必要もないと思う。一歩一歩ね、歩いていけば、気持ち入れて全力でやるだけです。形だけで勝てれば、この立場で、選手の立場でもそうだけど、やれる人はたくさんいると思うんですけど、知恵だけで勝てるんだったら、でもそれだけで勝てないのが面白いところで、知恵に何を足せばいいの、もうたくさんのものがあると思うし、例えば心構えっていうのね、でその心構えがみんなが同じ方向を向いてなきゃいけないし、でも同じ方向でも高さが違うところで見ると、ね、見える範囲も違うし、いかにも同じ高さで同じ方向で戦う姿勢なんかはもうベースっていうより、そんなのはあって当然だと思うし、それがないとね、見に来てくれる人たち失礼だしね。自分たちが大好きなサッカーで、ましてやお金払って見に来てもらって、たくさんの人の前でプレーできるわけだから、こんなありがたいことないし、やりがいのある、ね、自分たちのチームっていうか、それぞれ の役割を持ってくれてると思うし、それを自分が本当にいろんな状況でもこうもがきながら何かこう掴むというか、それぞれがそういう年になってくれるいいかなと思いますけど。